今日のセカンドチャンネルなんだけども、何だと思う？そうだね、あのちょっとインスタグラムにさあげたんだけど、いやマジかーって、なんかあの基本的にこのなんだろう、撮影部屋には仮面ライダーのベルトをなんかこう敷き詰めるって、なんかそのケースを買ってその中に飾っておきたいんだよ。でちょっとね整理をしてたんだよ。で、あのこれ兜の仮面ライダー兜ってやつなんだけども、これのね兜ゼッターをさ落としてしまって割れてしまったと。え、待って、しかもこれ何が面白いって、陶器なんだよ、陶器。え、マジか、これ3万円ぐらいしたのに。いやマジでこれ泣くよっていう、なんかちょっと待って、今動揺しすぎてビデオを撮るあれじゃないんだよね。なんかなかなか動揺するよね。だってね、え、普通さプラスチックじゃん。違うの、陶器なの。落としたら割れるやつ。いやもう、まあ、俺のやりかしたことはミステイクだけどさ、うーわーマジでないわーって思って、ちょっとマジでこのビデオを撮らせていただき、マジかよこれ。だってさマジでないから、これ本気でないわ、マジで。ふざけんなよ、なんでここだけ陶器。うーわ本当にないわ、マジかよ。なんで陶器なんだよこの角の部分、なんで陶器なんだよ、プラスチックじゃないのかよ。買い直すにしてもさ、今買えないよこんなもの。引っ越ししてさ、お金ないのに。え、ボンドでくっつけても結局なんかそれ違うじゃん。マジかよ。でさ、え、しかもこれ、1年とかしたらさ、絶対値段超上がってるやつでしょ？常に売ってるんだったらいいけど、こういうのって売ってなくね？売ってないからさ、ほんとにマジかー。うわ、どうしよう。ボンドにくっつけて誰か兜を好きな人に、あげる。以上、今日のセカンド。